2024年 K-POP 新人男性アイドルグループ人気ランキングトップ10。皆さんこんにちは。今回は前回の K-POP 男性アイドルグループ人気ランキングトップ20を出しましたら、コメントで新人グループが見たいというお声がありましたので調査いたしました。日本のファンが選ぶランキング、投票サイト、そして SNS からトップ10をまとめました。私個人のランキングではございませんのでご了承いただければと思います。では早速見ていきましょう。エンタメポンポコリン804。10位、ネクスジ。 JYP エンターテイメント所属の日本の7人組ボーイズグループです。2024年5月20日韓国ファーストシングルライド・ザ・バイブでデビューします。彼らは日本のソニーミュージックと韓国の JYP エンターテイメントによる日韓合同のグローバルオーディションプロジェクト二次プロジェクトシーズン2パート2の最終順位上位7名で結成されました。グループ名のネクスジはネクストジェネレーション、次の世代という意味で、二次プロジェクトから生まれた証として NZ を冠し、次世代を担うメンバーが集い新しい音楽とパフォーマンスを届け新時代を切り開いていくというメッセージが込められています。8月21日に日本ファースト EP Ride the Vibe Japanese Version Keep on Moving で日本デビューを予定しています。もう今からとっても待ち遠しいです。ルネイト。ファンタジオが2016年のアストロデビュー以来7年ぶりに披露したアストロの弟分。2023年6月15日にファーストミニアルバムコンティニューでデビューした8人組のボーイズグループです。グループ名の由来は暗い夜を明るく照らす月明かりを抱いた8人の少年という意味が込められています。6月19日にはファーストシングルエバーグリーンで日本デビューしました。メンバーたちは幼少期から歌手を目指し音楽学院に通ったり芸能事務所で練習生となり訓練を積んだりしていますので、美しくかっこいいビジュアルや抜群のスタイルを誇った見た目だけでなく実力も兼ね備えたグループです。8位、トゥアス。プレディスエンターテイメントよりセブンティーン以来9年ぶりに誕生させた6人組のボーイズグループです。2024年1月22日にミニアルバムスパークリングブルーでデビューします。グループ名の由来は24/7 with us、 1日24時間1週間ずっと一緒にという意味だそうです。2月14日にはタイトル曲プロットツイストがムナバンソンショーチャンピオンでグループ初となる音楽番組1位を獲得しました。デビューからわずか23日での音楽番組1位獲得はすごいことですよね。ファンタジーボーイズ。2023年に放送された MBC 主催のオーディション番組少年ファンタジーから誕生した11人組の男性アイドルグループで、韓国国籍6人、日本国籍2人、中国国籍2人、アメリカ国籍1人と多国籍なグループです。2023年9月21日ファーストミニアルバム New Tomorrow をリリースしデビューします。そして2024年6月19日に日本デビューもしました。当初12人のグループとしてデビューが決まっていましたが、センターであるメンバーによる離脱により11人でそのセンターを埋めるべく結束力をより強固なものとして頑張っています。応援したいですね。ちなみに5年間の期間限定での活動が予定されています。6位、ワンパクト。2023年11月30日にアルマダエントよりデビューした5人組のボーイズグループです。韓国音楽専門チャンネル Mnet より放送されたサバイバルオーディション番組ボーイズプラネットに参加した5人より構成される韓国国籍4人とアメリカ国籍1人のグループです。名前の由来は一つに集まって大きなインパクトを作るという意味が込められています。2023年11月17日には
パシフィコ横浜国立大ホールにてプレデビューツアーの日本公演も開催され、日本での注目度もどんどん上がってきていますよね。ボーイネクストドア、 KOZ エンターテインメント所属の6人組ボーイズグループです。ブロック B のメンバーであるジコがプロデューサーを務めています。2023年5月30日ファーストシングルアルバム Who をリリースしデビューしました。 Mnet よりデビューショーボーイネクストドアトゥナイトが放送されました。発売から1週間で合計11万442枚を売り上げ、当時の2023年新人 K-POP グループデビューアルバム初動売り上げ枚数1位、歴代 K-POP ボーイズグループデビューアルバム初動売り上げ枚数5位を記録しました。驚異的なグループですよね。名前の由来は隣の家の少年たち、同年代の人々が共感できる日常のストーリーをありのまま音楽で表現し、飾らずに親しい雰囲気で近づいていくという意味が込められているそうです。4位、イブン。ジェリーフィッシュエンターテインメント所属の7人組ボーイズグループ、2023年9月19日デビューしました。韓国国籍6人と日本国籍1人で構成されています。ゼロベースワンをデビューさせた韓国の Mnet 系列のオーディション番組ボーイズプラネットからの派生グループからなっています。グループ名のイブンは夜空に新しく浮かび上がる星という意味を持つイブニングスニュエストエトワルズの略語です。夜空に新しく浮かぶ星のように一番高いところで明るく輝き皆の目を引くという覚悟が込められています。2024年1月31日音楽番組ショーチャンピオンでデビュー後初の1位を獲得します。ゼロベースワン、ウェイクワン所属の韓国の9人組のボーイズグループです。略称はゼベワンです。2023年7月10日ファーストミニアルバム Yours in the Shade をリリースしてデビューします。2024年3月20日シングルゆらゆら運命の花をリリースし日本デビューします。韓国の音楽専門チャンネル Mnet より放送されたサバイバルオーディション番組ボーイズプラネットにて選抜された9人より構成されていて、韓国国籍6人、中国国籍2人、カナダ国籍1人の多国籍グループです。グループ名は0から1へと向かう自由な旅路と輝く始まりから由来していて、9人がデビュー後に1つの完成した旅に出る旅路を意味しているそうです。3月23日から24日デビュー後初となる日本での単独公演を K アリーナ横浜にて開催しました。そして3月26日オリコン週間シングルランキングにてゆらゆら運命の花が自身初の1位を獲得します。ファーストシングルでの初週売上30万枚超えは海外アーティストでは史上初の達成となります。ものすごい快挙ですよね。2位、ライズ。 SM エンターテインメント所属の7人組ボーイズグループです。2023年9月4日シングルアルバム Get a Guitar でデビューします。SM エンターテインメントがエスパ以来3年ぶりボーイズグループとしては NCT 以来7年ぶりとなるアイドルグループで、メンバーには元 NCT の翔太郎も所属しており、韓国国籍5人、韓国系アメリカ人1人、日本国籍1人の7人で構成されています。ライズは成長するという意味のライズと実現するという意味のリアライズを組み合わせた造語で、一緒に成長して夢を実現し進んでいくチームという意味が込められているとのこと。シングルアルバムの Get a Guitar は先行注文数が103万枚を超え、デビュー前ながらミリオンセラーを達成しています。9月5日には日本ファーストシングル Lucky をリリースし日本デビュー予定です。現在スーハンさんは活動休止中です。そして栄えある1位はエンサイン。2022年5月19日から8月4日まで韓国のチャンネル A と日本のアベマで同時に放送された世界規模の日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組青春スターのアイドル派の決勝進出した7人によって結成されました。名前の由来はネットオブスターサインの略であるそうですが、 N は
ネットワークの N でもあり、ファンのみんなとつながっているという意味が込められているとのこと。韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される現在10人の多国籍グループです。2023年8月9日、デビューアルバムバースオブコスモで正式デビューしました。そして11月29日にビクターエンターテイメントよりシングルニュースターで日本デビューを果たします。前回の K-POP のランキング動画でいただいたコメントでもすごかったですが、とにかく注目されているグループです。また温かく見守っているファンの方が多いということに、いかに愛されているかわかりますね。現在ヒョンは活動を休止してますが、早く元気に戻ってきてくださいね。さていかがでしたでしょうか。とにかくビジュアル、そして歌がお上手で、どのグループを見てもファンになってしまいそうです。皆さんは注目しているグループ、あるいはメンバーはいらっしゃいますか。そしてもしこのグループが知りたいなどありましたら、コメントで教えてくださると嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。